好み軽やかホロホロクランブルのチーズケーキアイス。もうほんとこのアイスは、このスイーツスクエアのアイスはほんとにタイトルが長いですね。でなんかもうタイトルに全部書いちゃってますよね。まあどうなんだろうね、ホロホロクランブルがかかってるチーズケーキアイスってことはしっかりわかる。濃密なのに、濃厚じゃなくて濃密。うん、どんな感じなんでしょう。分類はアイスミルクですね。1個196キロカロリーです。でふわっとした軽やかな食感のチーズアイス、クリームチーズ使用で、ホロホロ食感のクランブルが一番上、ギュッと詰まった食感のチーズアイス、カマンベールチーズとクリームチーズ使用。まあ、基本的にはクリームチーズですね。カマンベールも入ってるっていうのがポイントなのかな。じゃあ早速開けていきたいと思います。開けるとこんな感じのカップになってます。なんかカラカラって音がしますね。クランブルなんだろうな。よいしょ。はい、本当にクランブルがいっぱい乗ってます。で、クランブルがすごくいっぱい乗ってるから中身のアイスはまだ確認できません。だからすごくケーキ感はありますよね、こんなにいっぱい乗ってると。じゃあ早速食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと出しといたんだけど固めですね。はい、下はね、白いクリームチーズのアイスと中が多分濃密な感じの2層目のクリームチーズのアイス、白とちょっと肌色で2層になってます。いただきます。レモンの爽やかな風味がすごく、レアチーズケーキっぽいです、お味は。レモン果汁入ってますね。で、クリームチーズは濃厚なんだけど、レモンですごく爽やかにしてくれるから、これね、ペロッといけちゃいますね。よいしょ。ほら、こんな感じで2層のアイスになってまーす。ただのチーズのアイスと思いきや、このクランブルのね、上の食感があるから、アイス感がすごい、アイス感というか、スイーツ感がすごい出てます。ちょっとケーキっぽくなってて、美味しい。下の層が濃密ななんちゃってやつだけど、下の層はちょっと甘め。レモンの果汁を感じられるのは上の白い層ですね。だから下と上で全然味が違います。それが合わさってケーキの層みたいになっててすごい美味しい。これ美味しいですよ、すごい。なんかね、なんだろう、冬食べるアイスとしてはすごく当たりな気がする。で、これもうちょっと溶けるといいかなと思いますね。もうちょっと溶けると、クリームチーズのアイスがよりケーキっぽくなって、本当にケーキ食べてるみたいになると思う。なんでだって このクランブルがすごく食感にアクセントを出してくれて、飽きないアイスにしてくれてます。このね、飽きないアイスにしてくれるっていうのがいいですよね。1個丸々食べると、なんかもうこのアイスしばらくいいやって思うけど、これはチーズのアイス食べたいなって時にまた思い浮かべるようなアイスだと私も思います。みんなも一度食べてみてください。今日はスイーツスクエア、濃密なのに軽やかホロホロクランブルのチーズケーキアイスご紹介しました。